こうかな。くそ、何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん、残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。ほんとだ。すごいけど懐かしい木。奴しかいない孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん、ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつが。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ん、ピコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと。この俺を笑わせやがって、このガキが。お前もサイヤ人の血を引いているのか。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。やっほー。
どうして貴様だ。おお、くたばるなよ。もう少し遊ばせろ。よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様のもとから帰ってきよった。行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。